はい、えー、トライアル生からですね、えーまあ、限定動画の方をちょっと送っていただきまして、まあ、内容は質問はなくてですね、悩みを今のところまあ質問するものがないということだったんですけども、以上僕へのメッセージでね、いただきましてありがとうございます。で、1点なんですけども、ああの、のりがたその僕にね、こう気を使っていただいてこう動画撮っていただけるのは非常にこうありがたいです。ありがたいんですけども、 結局その動画を撮る時間もかかるわけじゃないですか。時間はまあ有限っていう言葉もありますんで。あの、まあ僕自身はね、正直、あのいっぱい動画撮ってる、撮れる理由としては、まああの、今日もね、会社の出社もないですし、あの別にその1日24時間自由なんですよ。うん。まあ今日はちょっと昼ちょっと撮影入りますけども、まあそれも1時間ぐらいなんで、 まああのドリアカのね、今月のはちょっと取るんですけども、まあ自由なんで、えー、まあ気にしていただきたいのはですね、やっぱ時間ですよね。時間と自分のまあ今現状の,あのこれから頑張っていくためには何が必要かっていうと、やっぱ作業時間がやっぱ必要になってくるので、自分の時間をこう作っていく。ぼなんかこれもたまに言うんですけど、なんか僕に気使うより、僕に気を使うんではなく、あの自分の 人生に気を使ってくださいみたいな <laughs>。ありがたいですよ。非常にありがたいんですけども、何のためにドリアカに入ったのか、何のためにやってるのかっていうと、僕のためにやってるわけではないですよね。当たり前ですけど。自分の収入とか自分の人生を変えるために今頑張ってるわけですから、そこにもう100%注いでほしいですし、で、それをやる上で、あの、わからないこととか、あと、まあ、あの、まあド、ドリアカの、あの、 その入学した時の動画でも言ってますけども、まあその報告、連絡、相談ですよね。自分がこうやっていく中で、えー、そういうのが起こったら、まあ僕の方にご相談いただければいいんじゃないかなというところですね。はい。まああの、お任せします。お任せしますけれども、あの、結局その5分でも1分でも何でも、時間はあ有限ですから。 多分ね、これも考えたことがないとは思うんですけども、僕も考えたことはなかったんですけども、自分の、あの基本的にその普通に働いてるとその、バイトなんかが分かりやすいですよね。バイトってもう時間給が出てるじゃないですか。ほとんどの求人票が時間給いくらじゃないですか。まあ、つまり、まあ、アルバイトで言うならば一時、自分の命の時間っていうのは800円なのか、自分の1時間の命の時間っていうのは1300円なのかみたいな。まあ あなたの命の時間は1300円で買いますとは書いてないんですよ <laughs>。でも言い換えるとそういうことじゃないですか。ね。求人票にそんなことを書いてないですよね。あなたの命の時間を1時間1300円で買いますよ。800円で買いますよっていうふうには出してないんですよね。でもそういう捉え方、考え方をすると安ないですか自分の1時間の命の時間がを差し出す。それに対して1300円、800円、どうすか安くないですか自分の命の時間って。 って考えると、自分、自分のじゃあ命のこの時間って、時間給、分給いくらなのか、秒数いくらなのかって考えると、ここの時間給を上げる。例えば一般で言うならば、その、1時間1000円とか800円とか1300円とか、まあそういうのが出てるじゃないですか。で、もしですよ、1時間の時給をね、1万円に上げられたらどうですかと。1時間の時間給を2万円に上げられるような価値、自分の価値だったりとかね。例えば、 なんですかね、対面コンサルとか、まあ、普通のコンサルとかも1時間1万円ですとかね1時間10万円ですとかねまあ僕の知っている j a ブラハムっていうね世界一のマーケッターは1時間 300, 円300万ですかねなんかそういう話聞いたことあるんですけど1時間で300万取るのかすげえなみたいな世界,一世界一になると1時間の 世界一の人から1時間をいただくとなると300万必要なのかみたいな <laughs> まあそういうなんかカルチャーショックを受けたことがあるんですけどもだからそれってそれを高めるって結構大事じゃないですか自分の命の時間いくらやねんっていう考え方で多分動いてる人あんま少ないと思うんで僕はその J が J のコンサル1時間300万ですよっていうなんかこう聞いた時にすげえカルチャーショックだったんで。 1>, 1時間普通だったらね1時間800円1000円ってその次元で生きてるんだけども300万ってどういうことみたいな1時間300万ってすげーなみたいな <laughs> でもそれなんで300万チャージできるのかっていうと多分そういう考え方エッセンスも入ってると思うんですよね僕の命はそんな安くないよっていうとこですよねわかります僕の命の時間はそんな安くないよっていうところも多分入って300万に入ってるんじゃないかなと僕は思うんですけどね だからまあ今後ネットビジネスで勉強していって自分の価値を高めていってそこを上げていくとおのずと収入は変わりますよね、まあ、そういう考え方をしていただくとなんかいいんじゃないかなと思いますねあんまり僕も昔はかそういうことを考えてこなかったので自分の命の時間をどういうふうに上げていけば自分の価値をどう上げていけばいいのかっていうところですよね、はい、ではまた